今回、23時から大統領パレードが行われる、大統領は玉手丸だ、うん、で玉手丸と俺が乗る車両がこれ俺が運転して玉手丸を助手席に乗せる。その周りに車両を固めてパレードを行い、市民は、警察車両の後ろだ。でその間近づいてくるギャンがいたらそれを掃討するって形だ。でじゃあ山毛乗るんだ、あの車に。さあ全員銃を構えろ、日頃の恨みを込めながら全員撃てー。いや撃てない、撃ち方やめー。そしてこの車両の素晴らしいところを見せてやろう。みんな見てろ、行くぞ。え、マジで RPG。 そうで、しかも山毛さん、これ正面立ってみ、死なないってこと。これ行くぞ、こうやって RPG って打つとね、もう死ぬんだよね。あ、死ぬじゃん、うん、だけど車は大丈夫ですよと。これがこの大統領車両だ。最後絶対いらないじゃん。すごいすごい。よし、全員整列。今回はこの独立国家施設にて第3代大統領が決まりました。まあ、彼がね、大統領を行う上でこの東署の中央道路付近からパレードを行い、大統領ハウスまでパレードで向かいます。で一般市民の方々も多く参加するんですが、ちょっと怪しい話なんですけど、もしかしたらギャングがねこれ妨害してくる可能性があります。このパレードを妨害してきた場合は、射殺許可を事前に出しておきます。まあ、今回はねもうほんとこの街でとてつもなく重要なイベントにはなるので、皆さん気を引き締めて頑張ってください。各員準備 OK ですか？了解しました。はい、大丈夫です。では出発いたします。はい、出発します。パレード開始。おお、いいね、いい感じいい感じ。すごいのだ玉手丸、お前の就任だよ。これが大統領就任パレードだ。いやでもこれだけの数しかいないってことはなんかギャング潜んでそうだな。税金でもやめろ、税金でも。一旦停止、一旦停止。車列を整えろ、車列を整えろ。おお、すごい。うわか、夜だからめっちゃ綺麗だわ。すげえ。おお、すげえ。いやこれすごいね、ガチの祭りみたいだね。これ後ろ見てみ、前方車両の人。これシンプルにこれ高速道路の渋滞みたいになってるって。ここじゃそろそろサービスエリア行かないとうんち漏れちゃう。そう、イライラしてくるから、お手洗いとか1時間我慢しないといけない。これやばいな。大統領ハウス到着、大統領ハウス到着。右側の山上に赤い車1台。大統領は到着。大統領、はい、大統領車両左側に移ります。はい、では全体報告します。一般市民の方々を先に大統領ハウスに入れて、あそこのね式壇のところの前に並ぶように伝えてください。はい、じゃあ進みましょう。大統領入ります。はい、皆さん聞こえますか？今回はですね、大統領パレードを行わせいただきました。私の名前は、この警察庁の一番偉い人、ソバルト長官でございます。今回はですね、警察庁署内から、1名ね、大統領を立候補していただいて、投票の結果、警察署内から、玉手丸が、大統領になりました。では挨拶の方よろしくお願いします。これにて、解散とさせていただきます。で大統領が今からねあちらの車まで行くので、皆様、拍手を送りながら大統領を送ってください。では大統領どうぞ。大統領、はい、大統領帰ってください。大統領おめでとう。お、待って、なんだ、手を挙げろ。おい、そうだな、打つな打つな打つな、大統領ハポすな、ハポすな、ハポすな。わかんじゃねえぞ。なんだ、聞こえてらっしゃいますか、警察の方々。聞こえるぞ、お前の気に食わない声は聞こえるぞ。あー、そうですか。あー、じゃあ一つ聞いてやろう。お前ら何者だ。俺はブルーシャークのフレイル・アンドリューだ。フレイル・アンドリュー、おい、なんか情報と名前が違うぞ。おい、ちなみに一つ言ってやるぞ。ブルーシャークから連絡があってな、ブルーシャークの偽物が今いるっていう情報は取れてんだ。お前らは何者だ、言ってみろ。ああ、そういう情報に。いやいや、お前そんな、もしかしてあれ、人の偽物を被らないと生きれないギャングですか、もしかして。かっせーの、なんかバッグを出して。おい、名乗ってみろ。俺の名前は新世界の神になるハイグレタモーだ。俺の要求は一つ、俺に5億支払え。5億支払ったら、あの、解放してくれるのか。ただ今手持ちがないんだ、警察署の国庫にお金がある。みんなの税金で貯めた5億がある。あの、大統領の命が最優先だな。だから何度も言う、こいつらが悪い。まあそりゃそうだ、そうだ。
恨むならこのハイグレ玉を恨め。その覚悟があってこれを要求してるんだな。お前から国家転覆罪最大の罪を言ってやろう。罰則は死刑だ。お前もうバカほど切りすぎ。やっぱ100億ぐらい切っちまったわ。ああ殺す。緑色の格好のやつとピンク色の仮面のやつ絶対追いかけろ。車に寝るまでは撃つな。絶対追いかけろ。警察の石にかけて追いかけるんだ。あいつら絶対許さねえ。大統領拉致って身の代金なんて。すいません、大統領羊にとって犬の被り物してんの逮捕しました。早すぎ。犯人は中央署で、留置所に入れてあげてください。全員留置所。わかりました。何億請求された俺。10億じゃなくて50億なんだけど。あいつ桁間違えてるって。一応ピンクギャングのボスのハイグレタマがこの辺りに潜んでいるという情報を受けて今パトヘリ飛ばしてるけど、この辺りで味方警察が捕まえてるらしい。ちょっと降下していくわ。はい、ラペニングで降下する。いや、そのままイジイジ、そのままイジで降下。降下しまーす。お、いいね、捕まえてる捕まえてる。はい、いたか。ハイグレタマを。痛い。もう出る。出るわこれ。だから一つ教えてやるよ、お前が請求した額はいくらかわかるか。50億だよ。50億。市民を敵に回したんじゃない、この国を敵に回してるんだ、わかるか。はい、そうですか。あ、お前警察も殺したな。どうなるんですか、50億になると。50億はもう国の国庫を超えてる。国の機能停止が行われてる。そして大統領の拉致および先ほどのヘリ落下、あれ大統領が乗ってたんだよ。大統領の殺人、国家転覆罪の100万死刑。オーナーたちが頑張って働いて稼いで税金を納めてんだ。その税金を奪ったんだ。血税だ、国民の死だ。明日からどうなると思う。物価が100倍になるんだぞ。みんなでじゃあ助け合っていきましょうよ。そしたら大丈夫じゃないですか。0円からどうやって頑張る。いや、物交換とかでどうでしょう。一回縄文時代とかに戻りましょう。あ、石のお金作ってね。うん、そうです、そうですよ。いや、もうここまで文明が進んだ社会では無理だし、あと石のお金って物々交換じゃないからね、あれ通貨だからね、一応。そうで、あなたはその通貨という人類の文明を破壊してるからね。お分かりいただけますか。あなたはこれは人類への反逆罪でもあるんだよ。じゃあ、ジョーカー、ここでお別れです。なんだと。あと、刑務所まで送り届けたんだからね。追いかける、そのまま追いかける、そのまま追いかけろ。任せろ、大丈夫だ。いいぞ、そのまま他の奴らには全員そのまま追いかけるように指示してくれ。あ、今追いかけてる。そのまま全員追いかけて、で、捕まえたら絶対手錠外すな。先ほどの警察無線の情報によると、中央署の留置所に捕まえていた犯人の仲間たちが警察署に来て警察を人質取ったらしい。で、その人質交換および逃走用のパトカーを要求して逃走を図ったらしいんだが、追いかけた警察がそいつがメカニックに入っていたのを確認したから今から俺も向かうわ。あ、オーナーさん、メカニック場の中に盗まれた警察車両があるんだよね。ありますね。それ誰が持ってきたかって分かります？あ、なんか、あの方ですか。あ、なんか逃げてきましたね。逃げた、奥か。止まれ。どこだ。何ですか。あ、はい、おい、いたな、びっくりした。はい、手挙げてください。はい、手挙げて、はい、動かない、はい、動かない、近づかない、近づかない、近づかない。あなたの名前は何ですか。僕の名前は細田拓海です。細田拓海、なんでお前警察車を取ってんだ。中央署の中で拉致事件がありまして、逃走車両を渡されたので、それで逃げてきたっていう。じゃあお前逃走補助罪だな。そういうことになりますね。ああ、はい、現場死刑。え、じゃあ現状報告すると、本丸のピンクギャングボスハイグレタマオと緑ギャングボスがまだ捕まってないんだよね。ただ罪が重すぎて無線情報によると、緑ギャングのボスはもう出頭して今から裁判を行う可能性がある。あとはハイグレタマオたちに出頭命令を出して、それでも従わない場合は完全武力行使だね。あ、なんか今その方たちの、弁護士と。弁護士？分かった、今俺東署にいるからさ、来てほしいよ。私たちはハイグレ多忙の弁護士だ。あの、すいません、弁護士の中に裁判官いるんですけど大丈夫ですか。はい、大丈夫。こいつが判決を下す。いや、この人が判決を下すの。今回は私裁判官が行います。大事件ということでね。はい、じゃあこちら側の検察官どうしようかな。検察官ウィドウ行く。あ、俺なんも知らないですよ、事件の全容。で、裁判官ちゃんと進め方わかるか。あ、わかりますか、裁判官だから。まあ、わからん。
ではじゃあガラクタさん、簡易裁判所まで連れてってあげてください。案内してください。はい、行きましょう。今回の検事は、こちら警察柄ウィドーで、弁護士は弁護士さん、裁判官は裁判官さんです。裁判官です。今回は早くれたまおすっごいやばい罪とロッコン何したのかわからない罪で裁判を行います。裁判官が一番内容分かってないわ。ダブル被告人前へ。前へいますか。いますね。ではまずヨコン。はい。あなたは何をしたのですか。私はハイグレタマオさんに協力をし、あわよくば助けようとし、身を挺したところ警察官に確保されました。死刑。死刑。死刑。これを受けて弁護に何か言うことはありますか。ああ、死刑で構わない。いい子。おかしい。誰も見か。弁護してない。続いてハイグレタマオ。はい。罪を洗いざらい話しなさい。まあ私はですね、正直この国が嫌いです。なので私がこの国を改めようと、国家の予算をいただいて、それでこの国を立て直そうとしました。それって悪いことなんですかね。いいえ、これはヒーローがやることです。ヒーローですよね、やっぱり。そうです。じゃあ検察官の言い分を聞かせてくれよ。まずはですね、今回大統領が決まりまして、大統領のパレードがあったと思うんですけど、そこでこの容疑者2名、この彼らに、大統領が拉致されましたと。でそこで50億を請求され、さらに長官から2億と1000万、請求されましたと。こちらはですね、この国でいうところの脅迫および拉致監禁国家転覆罪となっております。なので検察側としましては、はい、50億の請求の取り消し、さらには 2.1 億の、返還として死刑を。ちょっと待った。ちょっと待ったが出ました。この命を何だと思ってるんですか、ビドーさんは。死刑なんてそんな軽々しく言わないでくださいよ。すごく反省しています。最悪ヨッコンの首はあげますから。おかしいな。はい。ヨッコンの首はあげます。ありがとう。なんで私の命だけはなんとかならないでしょうか。わかりました。じゃあ裁判官さん。助けてください、裁判官。僕らもですね、まあここまで反省しているように見えるので。10分のプリズン、はい、こちらへ手を打ちましょう。ありがとうございます。おい、返金をしたらいいよってことだね。そうですね、返金したらちょっと判決してね。大丈夫かな。判決を言い渡します。はい、はい、グレタマオ死刑。大丈夫か。